大手町の村ビルは東京都千代田区大手町の一角にある超高層ビル。前身は佐藤孝一が設計を手掛け、1932年に竣工した7階建ての日清生命保険の本社や日清生命館であり、建物は印象的な時計塔と共に人々に長く親しまれた。日清生命は野村財閥参加の東京生命保険が吸収したため、 日清生命館は1941年に野村豪明の所有となり、名称も丸の内野村ビルディングと改められた。戦後の財閥解体の折には野村銀行の後ろ身である大和銀行が承継。建物は長らく同行東京営業部、東京本部として使われた。バブル期の1990年前後に大和銀行と東京生命保険の共同出資により、 超高層ビルへの建て替え計画が浮上。丸の内の村ビルと東京大和ビルの跡地に、1994年2月、27階建て超高層ビル、東京生命を大手町の村ビルが竣工ついで、1997年1月、北側に全面ガラスで覆われた玄関ホールとなるアトリウムの、か、アトリウムの前面に、川上喜三郎の作品などがある。 公開空地の整備が完了している。ビルは地下1階で地下鉄に直結しているほか、屋上には緊急発着用のヘリポートを設置。加えて地域冷暖房設備も有している。なお、当ビルの開発には野村不動産が関与していないものの、野村証券や野村ホールディングスが大手町本社の一部として入居している。設計にあたって、 発注者の大和銀行と東京生命から外観の一部を保存できないかと強い要望が示され、また東京都からも旧建物外観の重要な部分の外観を保存したいとの要請があった。これを受け、設計を担った体制建設は全銀行及び東京銀行協会本部が入居する東京銀行協会ビルディングと同様に低層部に 旧建物のファサードをはめ込んで衣装を継承する手法を取り、時計台も日清生命館とほぼ同じ位置に設置した。2000年に共同保有者の東京生命が、有価証券副未存の処理原資に充てるため、新橋の本社ビルと東ビルを売却したため、名称は大手町の村ビルに改められた。2003年には大和銀行が旭銀行と合併して、 リソナ銀行が発足。旧大和銀東京営業部は、リソナ銀大手町営業部と衣替えした。リソナショック後に、同営業部は、リソナ、マルハビルに位置した東京営業部に移転集約となった。これによって、リソナ銀の大口融資先で、同行 OB が経営に関わる、不動産会社が所有していた東ビルの区分所有権は、2004年に、 三井不動産が出資する特別目的会社に売却されている。構想部の25階から27階にはフィットネスクラブが入居し、26階にはプールが設置されている。フィットネスクラブは当初、東京生命のグループ会社による運営だったが、同生命の不採算事業からの撤退を受け、コナミスポーツライフが買収した。これによってフィットネスクラブは、 コナミスポーツのフラッグシップ店舗、グランサイズコナミスポーツクラブ大手町となった。リソナ銀行大手町営業部撤退後の秋フロアには、2004年にパソナが本社機能を移転。加えて、2005年には地下2階の金庫室を改装して、ソニーやキャノンなど約30社が出資して発足した転職支援会社の関東雇用創出機構とパソナの運営による地下農場。 アーバンファームが開設された。アーバンファームでは、収納研修等を行い、生産した野菜などを、ビル内の食堂に供給していた。2009年末に、パソナは、五福郷の旧大和証券グループ本社ビルへ転出。またアーバンファームも2017年5月で事業を終了した。大手町一丁目の自社ビルを2003年に売却し、その後も沈借で入居を続けていた。 三井生命保険が2009年に当ビルの56.9%にあたる区分所有権の新宅受益権を取得、翌年1月に本社を当ビルへ移転した。なお、三井生命は本社管理部門を2013年11月、江東区大見のダイバーシティ、東京オフィスタワーに集約した。これに伴い、当ビルには営業部門のみが残置した。地下テナント部には、 喫茶店のプロント、セブンイレブン、大手町野村ビルデンタルクリニックが入る。この容態は、後の三菱、UFJ 信宅銀行本店ビルディングや丸の内、パークビルディングといった、三菱辞書による丸の内界隈の再開発オフィスビルにおいても、見受けられる。翌年3月、同生命は、自主再建を断念。経営破綻。ありがとうございます。